にちは、ルーディーズの金丸です。ルーディーズから、新製品がリリースされますので、というかいたしましたので、その製品のねご紹介をちょっとさせていただきたいなと思います。まあ製品といってもね、ルアーとかじゃございません。実際ねもうすでに身につけてるんですけれどもね、こういうモバイルロットホルダーになります。まあこうやってね D 缶でこう簡単にね装着できるようなアイテムになります。この商品が、具体的にどういった、機能を持っているのかっていうとですね、ライトロット専用になるんですけれども、こういったね感じでね簡単にねホールドができるんですよね。なので両手が空きます。両手が空くということはルアー交換をしたり、ライン交換をしたり、そういったことがですね両手でできるんで、非常にねやりやすくなります。こういうのがない場合ですね、ロットを包むようにホールドしてやるとか、あとはね地面に置くとか、犬走りに立てかけてなんかやる方も多いと思うんですけれども、これをやっちゃうとですね、このタックル自体にですね小傷がですね、ディールもロットも含めてどん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 入っていくんですね。でこの小傷がですね、例えばロットのキャストした時に折れるトラブルにつながってきます。なんでできるだけですねこうタックルはですねそういったところで置かないのが望ましいです。望ましいんで、まあ、こういったものがあると便利かなと。あとはですね、調光の際はだいたいタックルボックスとクーラー、このセットを持っていかれる方が多いと思うんですけれども、このタックルボックスとクーラー、2つあったらですね、このタックルをですねここに挟んでおくことによってですね、両手を使って持つことができるんです。これも非常にね、便利なことになってます。今僕が装着しているのは赤なんですけれども、黒もあります。価格はね、税抜き価格1000円、税込み1100円ですね。ただね、注意事項として、このねロットホルダーじゃあどこまで使えるのっていうと、ライトロット専用になります。つまりメバリングとかアージングとか、そういったね細い、比較的細いねロットをご使用いただいている方は、ホールドできるっていうような形になってます。エギングであるとか根魚用であるとか、そういったものはねちょっとホールドできませんので、その点だけね、ご注意いただければ、ありがたいかなと思います。非常に便利な商品ですので、ライトゲーマーの方はですねぜひね、チェックされてみてください。